負けねえたら俺出るかな。ブスですか。おい渡辺です。あおれ早すぎやろ。え、もっと負けねえたら出た。まあ俺有名やけんね。俺も出るかやってみよう。絶対お前出らんちゃ。俺より人気ないんやけん。絶対出るじゃん。それ出たら10万やるわ。絶対出してやる。絶対出らんけ。男ですか。はい。歌手ですか。いいえ。芸人ですか。いいえ。 YouTuber ですか。お、はい。グループですか。おお、はい。グループのリーダーですか。おっと、はい。髪は跳ねない色ですか。はい。いやもうこれ俺やろ。身長低いですか。あ、まあ否定したいけど、はい。あ、これ絶対俺やね。飛ばし症です。くそ飛ばし症かじゃん。ほらお前出らんや。誰にも知られてないんよ。俺のこと知ってる人引用して。俺はすぐ出るのに。さっきの偶然やろ。もう一回やってみるじゃん。いいぞ。メガネ人気はキショキショですか。ほい渡辺です。ほらな。いやモッツが出るなら俺も出るやろ。人気が違うじゃん。俺が出るまで諦めよう。絶対出らんじゃん。グループのリーダーですか。はい。紫がイメージカラーですか。はい。動画の台本書いてる人ですか。はい。あ、これ俺やな。福岡県在住ですか。ああ、まだ絞り込んだな。はい。福岡県飯塚出身ですか。おお、はい。福岡県立科の高等学校出身ですか。え、はい。ああ、これね、確実で俺って分かったよ。誰だか分かりませんでした。ドルーン。いや絶対分かっとったやろお前。このまま続けますか。まあまあまあ続けたらいけるな。はい。インスタのフォロワーが少ないですか。はい。好きな食べ物は抹茶ですか。はい。分かってきました。ああ、もうさすがに分かった感じやなこれ。昨日の夜ご飯はサバの味噌煮ですよね。え、はい。昨日お風呂で嵐の曲歌ってましたよね。え、待って、こんな情報どこにも出してないのよ。今日のパンツの色は白ですよね。おい、この秋ネタなんかおかしいぞ。さっきヨダちゃんの動画を見てにやけてましたよね。はい。おい、やめろお前。なんでそんなことが知っとんお前。名前は京永ゆまるきですよね。まあとにかくお前も秋ネタ出るってことや。10万払っちゃうべ。まあいいか。はい、渡辺です。ドロー。いや、ここまで絞り込んで俺やないのおかしいやろやっぱ俺の方が有名だった。おー、これうんこしの時の写真や。画像ネットに上がってるはずない。このアキネタなんでここまで個人情報知ってるんだ。なんでか続きを見て確かめる。でも俺のうんこしの画像なんで撮られとる。見間違えろ。もう一回やってみろって。メガネですか。はい。どこから始まりますか。はい、渡辺です。俺のうんこ奪った写真や。え、なんで撮られてんの。いやいや、その見間違えじゃん。もう一回見てみよう。俺がうんこ奪った写真や。そんなわけないけど、ね、見間違えたんじゃん。ちょっともう一回確かめてみよう。俺がうんこ奪った写真や。いやいや、そんなわけないっしょ。もう一回見てみよう。俺がうんこ奪った写真。倒れー。何か言わせる。昨日何食べたかとか、まあ、そんなのもつかかずとしにしか言ってねえぞ。俺がうんこ踏ん張った写真とか、このスタジオに潜入でもしてない限り撮れんぞ。いや、まだ何かの偶然の可能性ある。カズトシもやらせる。おう、どうした。ちょっとカズトシアキネーターで自分出るからちょっとやってみぐれん。いや、ちょめんどくさいじゃん。やれよお前、おい、したれよお前。わかったじゃん。有名人ですか。まあ登録者多いけど、インスタ3000人しかおらんしな。あれ、決断せちゃう。YouTube さんすよ。じゃあ、はい。男性ですか。はい。歌手ですか。いいえ。芸人ですか。いいえ。 YouTuber ですか。はい。グループですか。はい。福岡県出身ですか。はい。よし、こっからおかしくなってるんで。こっから誰も知らんような個人情報出してくるんや。背が高いですか。はい。ああ、まあまあ、そろそろ出てます。実は裏垢がありますか。はい。あ、そうなんや。イメージカラーは緑ですか。ん、まあ次が多分やばい個人情報来るよ。風としです。なんでカスタジオにするのじゃ。まあ俺らもさっき偶然やったから、ね、もう一回やってみよう。うんこ踏ん張ってましたか。はい。撮影スタジオでうんこ踏ん張ってましたか。はい。昨日食べた担々麺のうんこ踏ん張ってましたか。はい。渡辺です。俺がうんこ踏ん張った写真だおれ。なんで俺これ情報を探される。絶対なんかおかしいな。アキネーターってどうやって情報収集してるんだっけ。いや、アキネーターは全部ネットからのはず。さっきからネットに出してない情報ばっかりで、誰かが俺らの個人情報をネットに晒しとんかな。俺らのストーカーとか。いや、ありえるな。ストーカーがネットに俺らの個人情報を晒しとるんや。どこまで調べとるかもう一回やって確かめよう。メガネですか。はい。福岡の YouTuber ですか。はい。イメージカラーは青ですか。はい。よし、こっから多分個人情報が出てくるはず。みんなから嫌われていますか。え、はいしかない。はい。友達全員から実は陰口言われてますか。え、そうなの。お前のこと好きな人いますか。いいえしかない。いいえ。お前に生きてる価値ありますか。いいえ。お前に長所ってありますか。いいえ。渡辺です。あーほら、ちょっと渡辺あ、突っ込まなね。それもう、うんこ踏ん張った場所に出されたらね、突っ込まな。もういい、もういいよ、それ全部取るのに。じゃあな、やっぱり近くで見てるとしか思えないことばっか知ってるな。絶対にストーカーが俺らの個人情報をネットに晒してるんだ。もしかこのアキネタが実在してて俺らのことストーカーしてたりして。うわあ、一緒にやストーカーだ。
いや、アキネーターか実在なら、まあ、そんなことないよな。どっちの冒険？絶対ストーカーされる。絶対あの黒い人がストーカーやな。次の角曲がってついてきたら確定で犯人やな。コロン！いや、ストーカーお前かい！にしては服が派手すぎやろ。アキネーター？いや、ストーカーがあんな格好なわけないね。偶然か。ここまで偶然帰り道一緒な可能性あるか。この先は俺のマンションの敷地内やけ、さすがについてきたら怪しいぞ。もしやろ、警察通報するか。お前帰ったら頼んどる。うまくってゆっくりしようと思ってたんで。いや、また同じマンションの住人の可能性ある。さすがに同じ8階やったら怪しすぎるぞ。何階ですか？8階です。ストーカー確定や。いや、でもまだ超偶然同じ階に住んどる住人の可能性ある。ああ、嬉しきですね。これで俺の部屋の前までついてきたら確定です。ストーカーや、警察通報しよう。よし、部屋の前着いた。いや、さすがにね、あの人は違う部屋入ったら。おる！どうした？おお、親友や。ストーカー捕まえたんや。あ、ずっと言ったら隠しカメラしてくる犯人か。ええ、隠しカメラとかしなんだけど、盗撮しちゃったストーカー。ダメー！ストーカーじゃないって！俺ただのインドカレーのウーバー！くらー！いや、俺が頼んでたウーバーかよ、おい。グラタン俺の部屋の前まで出てくる、当たり前やな。ストーカー結局誰や？犯人分かったらコメント。おい、ユキ、叫びがかかったけど大丈夫か？お前は、アキネーター。やっぱりアキネーターは実在しなんだ。ストーカーの正体は、アキネーターだったんだな。おら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 、ダメー！ヤキ、アキネーターねえじゃん。俺、インドカレー屋さん。さすがにアキネーターが実在するわけねえだろ。じゃあ結局俺らの個人情報晒しよったストーカーの正体誰な？まさか。実は裏垢がありますか？はい。カズト氏が裏垢で俺らの情報を晒してたとか。そういえばさっき誰も隠しカメラとか言ってないのに、お前隠しカメラがどうとか言っとったな。バレちまったなら仕方ねえな。そうだよ、お前らの個人情報をネットに晒してたの俺だよ。なんだそんなことしたんだよ。お前らいつも俺にばっか強く当たって、そういう態度はアキネーターだよ。アキネーターだけにアキネーターっつって。そういうのこと！笑ったね。笑ったよ。優しいチャンネル。優しかった。はい、皆さんインスタフォローお願いします。お願いします。家族で見てください。お願いします。いや、マジこの間ウィキペディアに、あの高校欄に俺らの名前載ったらガチ笑ったんやけど。あ、やっと気づいた。